海と日本プロジェクト in 徳島。海と日本プロジェクト in 徳島、リポーターの森本遥です。7月上旬、小松島市で海の民話の町プロジェクトが始動しました。海の民話の町プロジェクトは、日本財団が推進する海と日本プロジェクトの一環として実施するもので、海と深く関わりを持つ日本という国の海との関わりと地域の誇りを子どもたちに伝え語り継ぐことを目的としたプロジェクトです。全国公募で選ばれた地域を海の民話の町に認定し、その地域に伝わる民話をもとに海の民話アニメを制作。そのアニメを活用して子どもたちに民話を語り継ぐ活動を推進しています。今回徳島エリアで認定された民話は、小松島市が舞台の前波藩です。そして8月17日、小松島市の中山俊雄市長への表敬訪問が行われました。今回の表敬訪問は感染症対策のためオンライン形式となりました。その海の怖さとか海の恵みの大切さみたいなところが、あの物語にこう含まれているというところで、あの認定させていただきました。今回の認定を受けて中山市長は、数多い自治体、1800余りある自治体の中で本小松島市が、この海の民話の町プロジェクトに選ばれたことを大変光栄に思うとともに嬉しく思います。子どもたちの教育というふうなことにも活用、大いに活用できるのではないかなと思っております。今後、小松島市の海の民話の町プロジェクトはアニメ上映会や商品開発など様々なプログラムを実施する予定です。今後の展開が楽しみですね。海と日本、今日も見てくださりありがとうございます。 Facebook、Twitter、Instagram、チャンネル登録よろしくお願いします。